どうも、かつやしです。今日はですね、のんびり楽しく動画の方を撮っていきたいと思います。ということで、今日はですね、昨日の動画の続きみたいな形でリクエスト動画でございます。今日の動画は、持っているユニクロ U のアイテム、どんな感じですかみたいな形でですね、まあ最近ユニクロ U もですね、2019年の春夏発売されたということでですね、いろいろね、僕もね、超大型店舗を見に行ってですね、あ、これも欲しい、あれもいいな、とかね、いろいろね、友達と一緒に話したりとかですね、で、皆さんね、いろいろなアイテム買って、これ買いました。 みたたいな、えー、dm とか来てたんですよその中で持っているアイテムどんな感じですかということでですねやっていきますファッションって本当面白くて何て言うかなこうファッションとして見た時ほんと幅って広いじゃないですかいろんなファッションだとかコーディネートだとか当然こう身長も体格も違うし年齢も違うしその中でいかにこう楽しくシェアするかっていうのがね僕本当の意味で僕はかっこいいんじゃないかなとか思ってで、えー、まあ、早速ね行きたいと思うんですけどもまずねこちらですユニクロ というえー、2018年の春夏かなこうスポーティーな感じのねラインが出ておりましてこれね今逆に今欲しいなと思って結構伸びるストレッチ素材これは本当に良かったですねちょっと脇の下もねこうメッシュ加工みたいなのを貸されてるんですよで続いてこちらですえっ、ー、とコットン素材のセーターですねこのスラブっぽいカラーリングものすごく好みでこれはね今結構着てるんですよ 気持ちゆったりサイズなところがねあのー、まあ好みかなとか思って少しモックネック気味でございますまあいろいろアイテムありますよねで僕今思ったんですけどもまあユニクロ U でも歴代の中で即完売したアイテムあるじゃないですかそのあたりをなんかメンズレディース10型ぐらい急に復刻出しても面白いんじゃないかなとか思うんですがで続いてですねここら辺いきましょうか2018年の秋冬のモデルで これもねモックネックでございますこのねカラーリングいいですよねかなりね肉厚のローン t になりますねで形的にねどちらかというとボックスのシルエットになるんで気持ちこうオーバーサイズ気味なところいやこれほんとねこのリブの感じだとかすごく良くて こうインナーとしての活躍この冬多いんじゃないかなと個人的にねそのあたりも使い勝手いいんじゃないかなと思える1着でしたねで続いてなんですけどもこれと同じ時期に購入いたしましたやっぱりネルシャツが好きですチェックのネルシャツでこれオープンカラーシャツなんですよでこれもね少しこうボックスに近い感じで裾に関してはこれユニクロのシャツ類って結構長めのアイテム多いじゃないですかこれね 横一直線このね竹感がねすごく良かったですねあとね若干の洗い加工がされてたと思うんですけども素材感が本当に良くてこのチェックのパターンめちゃくちゃ好きでしたねでブラックのスキニーでブーツ履いたりだとかさまざまな、ね、着こなしに活躍するで今ね今日履いているこのねジョンブルのねイージーパンツこの辺りもね 雰囲気的に好きだったので、まあ、いろんな組み合わせに使えるアイテム一着になったんじゃないかなと思いますユニクロ U 本ほんとコスパいいなと思ってもうこれでねブランドついたらいくらになるんだろうかっていうぐらいのコスパの良さやっぱユニクロ U いいですよねで続きましてはそうだなここら辺行きましょう、えー、去年の夏よく着ておりました派手な T シャツ派手ですね今見たらかなり派手ですねこれはブラックのワイドなパンツとよく合わせてましたね まあこれ派手だけども今年着るかどうか分かんないけどなかなかいいんじゃないかなと思いますやっぱ派手な感じも好きですねでここからなんですけども T シャツ関係やっぱユニクロ U の T シャツといえば僕コスパ最強というふうに聞いてあやっぱりそうなんだなとか思って無地の T シャツですね1080円でこのクオリティヘビーウェイトでこの生地感ね ものすごくいいわけですよ。これちょっとザラッとした感じがまたいいですね。これ一応ね、僕ブラックでしょあとね、ホワイト。これホワイトの質感、わかりますかねこれものすごくいいですよね。 チャンピオンの T シャツに似ているんじゃないかなと思ってでサイズ感で1,080円だからサイズ違いでいろいろこう何て言うかなファッションに合わせてあの使い分けができるっていうユニクロ U の T シャツこれ全色買ったっていう人もねいらっしゃってわーこれでも全色買う理由も分かるなとか思ってそれでねカラーものもね結構買っててこれがダークパープルですね でこれ夏の終わりぐらいに発売された新色でだから秋に来てくださいっていうイメージだったのかなこのねダークパープルこのカラーね抜群に良かったですねでそれからえっ、ー、とねこちらでございますよこれこのインディゴ染めのような雰囲気の T シャツですこのネイビーこれね色目めちゃくちゃ良くてで当然ね着心地もいいんですけどもほんと色目が良かった これ相変わらず今見ても色めめちゃくちゃいいですよねいやこの手で今年やっぱりデニムパンツ履きたいですそれでですねこちらのイエローこれも秋に出た確か T シャツでもともとね僕春夏のイエロー一番最初に買ったイエローはちょっと明るめのイエローだったんですけどそれちょっと手元にないんですけどもこのねこの,このね落ち着いた感じのねこのカラーリングめちゃくちゃいいじゃないですか最後らへんに買ったこのね 色に関しては少しこう落ち着きのあるような配色ということでユニクロいう素材感めちゃくちゃいいんですよねめちゃくちゃばっかり言ってるんですけど本当にいいんですよそして続きなんですけどもこれ2019年の春夏の T シャツなんですがやっぱりね僕比べたらね比べてね今触り心地確かめてですけどやっぱり薄めですねまあ 春夏の第1弾ということで薄めにしているのか全体的に薄くしたのかは、まあ、そこら辺はね、えー、のー感覚の問題なのかなとか思うんですけどまあね言ってもこれはこれで色目的にも好きだし、まあ、夏は暑いから薄めでもいいのかなとか思いつつでもこれ真夏に来たらちょっと汗とかしみそうですねで続いていきたいと思いますだんだんこれ山のようになってきましたねでここからあーとどうしようかなまずそうだなこちらいきましょう これ秋冬に出ましたスウェットパーカーでございますこれに関しては色が本当に良かった これが確かブラウンなんですけど、まあ、見方によっては光の具合でパープルにも見えるっていうことで若干のこのユーズド加工の雰囲気でこれにねあのライダースを合わせて確か宮島行った時の服装がそれだったんですけどこれすごくね良かったんですよでポケットのね感じも普通スウェットパーカーとかだったらポケットが外にこう出てるじゃないですかこれインに入り込むタイプこれねまあ繋がってはいないんですけどもあとねこういうちょっと何て言うかな ヴィンテージまではいかないけどそういったようなね作りっていうのがねこれ抜群にいいですねそれでねこのねヘビーウェイトな感じですねまあ裏肝とかではないんですけどもヘビーウェイトな感じ若干ね持ったらね重みは感じるんですけども来たらそんなことないのでいやこれに関しては3990円でしょうやっぱりねこれねコスパいいなーっていうような感じですねでそれでねこれ春夏に出たですね素材は多分ね 一緒だと思うんですけど気持ちなんか薄いような気もするんですけどもおそらく一緒なんでしょうねこのねオートミールのようなこのグレーの感じこれはほんとねこれから大活躍ですねやっぱブラックアイテム僕多いので、まあ、ナイロンジャケットもそうだしコーチジャケットだとかのねインナーにも使えるし当然1枚で僕デニムパンツ履いてみたいな感じで春のコーデがねちょっと楽しみな一着ですねでインナーね例えばさっきのこういったカラーも持ってきてもいろいろね使えるので、まあ、そのあたりも楽しめる 一着になななっていいいるんじゃないかなと思います、まあ、レディースのアイテムで奥さんが持っているのがこれに関してはねなんかインスタグラムとかでなんか紹介されてる方がいらっしゃってもう即完売ということで大阪に行って超大型店舗2店舗目でやっとゲットですねで続いてなんですけども小物行きたいと思いますサコッシュですねサコッシュ持っております これはアップデートされて今年の春夏も発売されてカラーリング豊富になってますね。ただね、このサイズ感抜群なんですよ。黒だからちょっと分かりづらいかもしれないけど、抜群のサイズ感。それでね、このね、ユニクロ U のね、このウエストバッグ、これ間違いないタイプなんですけども、これはね、ほんと使い勝手抜群で、なんていうかナイロンの素材感がものすごくいいんですよ。これが確か値段が 1990円でしたからね。めちゃくちゃ安いなと思って。それでね、これね、こういう風に付けるじゃないですか。ここからアウターテても薄いからね、かさばらないんですよ。ここら辺がね、このデザインに関して、それこそこれ復刻じゃないですかね。 で、えー、っと、そろそろ最終でございます。最近購入いたしました、ロンティーですね。このね、ハリのあるロンティー、めちゃくちゃ良かったんですよ。すごく気に入ってます。これあとだからブラックだとか、まあ、これと同じようなグレーもあるので、ちょっと買い足したいなとか思って、このハリ感最高。これと合わせて買ったのが、このカーディガン。カーディガンね、久しぶりに着るんですけど、この肉厚な感じで、かつこう、 ちょっと伸びるような素材感なんですよ。で、モノトーンコーデ抜群ですね。で、最後になるんですけども、順番間違えちゃったかな。えー、こちらです。パープルのロン T ですね。まあ、これと一緒です。これと一緒の色違いでございます。これね、ほんと素材感いい。で、T シャツに関しては僕、追加購入で、これをね、買おうかなと思っているんですけども、実際ね、店舗に行ったら、この手のタイプの雰囲気の半袖があるじゃないですか。ちょっとこう、オーバーサイズのやつ。 それをね僕買いたそうかなと思って確かにこれ1080円で安くてこれの半袖タイプが1500円プラス税なんですけども何かねシルエット的にボックスの感じで程よい大きさが今年の僕の春の好みかなと思ってもしかしたら多分そっちの半袖を買う可能性大ですねユニクロ U 全体的にね見てねほんとコスパいいので、まあ、これだけの量があるんですけどもあ忘れてた この2018年の秋冬に出たこの血のパン血の素材の感じでヘビーウェイトな感じなんですけどもあとねネイビーがあるんですけどネイビー買ったらコンプリートで形がめちゃくちゃ良かったただねあの セール品で結構どこにでも残ってるような感じだと思うんですけどなんでかっておそらくね新品の状態で置いてある時に触った感じめちゃくちゃ硬いんですよまあ履いてたらすぐねこうちょっと馴染んでいて柔らかい感じでめちゃくちゃ履きやすいんですけどもその辺りがワゴンセール行きになったのかなと思ってでも形本当にいいので結構僕履いてます あとね今日奥さん着ていっちゃったんですけどユニクロ U のあの V ネックタイプのフリースあったじゃないですかモコモコのあの辺りも購入しましたねユニクロ U となるとねこう何男女共に着られるアイテムこのスウェットもそうだし男女共に着られるアイテムたくさんあるのでシェアしてもいいんじゃないかなと思いますまあカバン類なんかねあの全然シェアできると思いますので まあその辺りも含めつつファッションっていろいろ楽しみを見つけたらどんどん幅が広がるなというような感じでございますはいいかがでしたでしょうか今日はですね持っているユニクロ U のアイテムのご紹介だったんですけどやっぱりねコスパいいですよねこれだけ買ってもそんなに金額いかないと思うので、まあ、これからもですねまあおそらく買い続けると思いますまあ5年間確かユニクロ U の、えー、継続が決まってるということで、まあ、その中で好きなものをですね楽しくですね買い物したらファッションの 幅が広がって、まあ、それでね皆さんとコミュニケーション取られたら最高にねファッションを通して面白いんじゃないかなと思います形で終わりにしたいと思いますでは本日もご視聴ありがとうございましたもしよろしければぜひチャンネル登録お願いいたしますあとツイッター、インスタグラム、ウェアもやってますのでよろしければチェックしてみてください以上、勝つしでしたではまた見てくださいなんか最後はねちょっと声が出なくなってきた でもね本当いいアイテムが多くてどんどんちょっと買い続けてしまいそうな気がするけどまあ、うん、好きなものをね楽しく買うのがファッションだと僕は思います。